他の温泉地に比べて桁違いにお湯が出ますので、別府でしかこれはやれないと思います。別府は日本でも一番温泉が出る場所で、他の場所に比べて桁違いなんですよ。じゃあその温泉を使って何かやりましょうと、お湯100トンとか1000トンとかぶっかけると、東南アジアのタイにはエソンクランという水かけ祭りがあって、そこで大量の水をみんなでぶっかけ合うというですね、面白いお祭りがあるので、別府はお湯をぶっかけましょうと、別府温泉祭りで100トンのお湯をぶっかけるというようなお祭りを企画されておりました。それからまた状況変わりまして、タイのソンクランも S2O フェスという水かけ祭りをさらに過激にして大量の水をぶっかける S2O フェスというものを始めた人がいらっしゃいまして、私も参加してきたんですが、非常に楽しい。人間は水をぶっかけられてびしょびしょになると本能を解放できる、こういった音楽フェスとか来られる方っていうのは、最初どうしようかな、ノリなんかこんなノリノリで私たちもできるかなとか、こんな年取ってても大丈夫かなとか、若者に混じって浮かないかなとか、みんなね結構心配しながらフェスの会場来られてると思うんです。最初こう乗り方もよくわかんない、知らないアーティストだと余計わかんないっていうような、結構フェスっていうのは負を抱えてると思うんです。 今でもそうだと思うんですけど、これを全くなきものにしてくれるのがこのずぶ濡れになるっていう体験です。これは S2O フェスを見て私は確信しました。僕が企画してお湯を1000トンぶっかけるフェスをやりますと、ついつい去年、準備期間も短いまま急遽頑張って1ヶ月半で準備をして、なんとか体裁を整えて、やることになりました。そしたら、タイのソンクランは水をぶっかけるフェスなんです。ただの水道水を、ぶっかけてるだけなんですが、別府は温泉水を深夜の時間帯、お湯の使用量が減る時間帯があるんですね。その時間帯、要は溢れた分は捨ててるんですが、溢れて捨てる分を、コツコツと約1週間かけてタンクに少しずつ溜めていっております。もちろん、1週間も経つと細菌とかが増殖してしまうような恐れもありますので、若干消毒用の薬剤とかも入れてはいるんですけれども、本当に必要最低限だけ入れて、タンクの中に溜めてですね、温度管理もしながらお湯を溜めて、でそれをぶっかけるというような、こうコストをかけてそういったところはやっておりまして、そこから皆さんに対してお湯をバンバンぶっかける、温泉水をぶっかけるというようなことをやっております。でその結果としてどうなったかというと、なんと皆さんお肌がスベスベになった、髪もツルツルだと。別府温泉ぶっかけフェスは皆さん健康になって、次の日なんか体がポカポカするなんてね、おっしゃられた方々もたくさんいらっしゃいましたということで、当初の目的というか、私が想像したまさに別府温泉でしかできない、というのは、他の温泉現地に比べて桁違いにお湯が出ますので、別府でしかこれはやれないと思います。別府以外でやったら温泉足りなくなるんだろうと怒られるんじゃないかなっていうぐらい、この場所というのは優れた場所なのかなと、ここでしかできないなと思います。こんなに別府の海って綺麗なんだと。そしてこの砂浜がまたすごい素敵なんですね。別府温泉の魅力を多くの方々に知っていただきたいなというふうに思っております。